ポエーって感じのやつ。かわいいな、うん、あれどうやって作るんだろう。あれ多分普通のクリクリ目作って白い眉毛で埋める、黒目。ああなるほど、うん、そしたらはみ出た部分が涙流してみたいになる。すげえな、プロだな。俺の柴田 D には勝てないでしょこんなに太ってない多分もうちょっとやるか インパクトでは優勝してるからスパイダーマンもいい勝負してくる、うん、開幕ドルミとドルミはいい思い出が多い、ま、パパッと取りたいね。潰しちゃったわけ。知れた。今3位。あ、取り切ってる。タイミング悪い。あ、2位です。カトリーヌは、まあ、ここに集める。はい。3だ引いた表2自己中で、うん、もう一応カウントはするわ。はい、3、2、1。はい、カトリーヌさんは勝ってもらって、でもまだ3位。次試合いいね。やべ、早いね。6回。ああ勝ちウィーファリオ鉱山ん、あ、びっくりした。8って言うからそんな殺したかなと思ったら2じゃん。いい、カチって言ったのか。カチって言った。ああ、びっくり。カチっていうか、え、そんな落ちたすまんみたいな感じだった。びっくりした。喉になんか、ホコリみたいなの刺さってて、声が出づらい。超焦ったわ、今。ハチってなっちゃった。必死でハチ付近探したけど、全然トイも見えないから、あれーっと。2位だった。いい子。カトリーヌさん、ハング普通にうまいよな、普通に。うん、その辺の点数は結構取ってくれる。うん。毎回しそうだよね、いつも。うん。まあ、じゃなかったら、ないから終わりそうだけど。会員を組んでもらえないでしょ。仮にも優勝した後に一番最初のタックだからね、これ。結構大事なところ。うん、甘いものより、あ、ミニクル系に
おお、それどういう死に方だ。止まりきれなかった系男子か。まあ2位。あ、マジ当たりそう。今真後ろにいる。はい、後ろ入った。3。はい、ちょっとずつ削っていくか。1。後ろは確認した、うん、このサンダーはキノコ引けるか。1人だけか。 FZ が一緒に飛んできた。スター FZ2 人来た。この人たちにはもう勝ってもらおう。いやー、ファイヤー地獄。そんな早かった。すまん、これ俺負けだわ。はい。わあ。ナイス1位。運ゲーだ、運ゲー。いや、昨日マジでボロ負けしていてよかった、一回。逃げれるから。スカが、まあ、ネジマは普通に前強いからね。俺ちょっとファイヤーでお話が変わったけど、サンダー引きますね。FZ とサンダーだったよな、うん、あれ多分普通に。クソほど上がってきたの。うん。でも奴ら通話してないと思うんだけど。あ、そう。あ、AK さんだ。サンダー回避で上がってきたのがミソネバの方だったから多分。うん。普通に撃った。早い人ほんと嫌い。わかった、いいよ、頑張ろう。赤持ってくだんじゃね。危ねー。あ、赤いってる。すごいするしてる。お、なんかめっちゃするしてる。あの、見える怖え。いや、なんで赤持ってくだってんの。いや。ういういえい、やめてやけ、ホワイ。はい、行きたい。これは。うわ、5位。あ、最下位。すまねえ、最下位だわこれ。あ、ソニアが死んだ。やったぜ。
入りましたね、これは。入ったね。またあのパターン。ね、どっかで見た。どっかで見た。うん。俺が無限に勝てる展開のやつ。俺が敵の傾斜が進むパターンですね。コースこーい。ワリオが取ってんの。恐ろしいな。ワリオが結構取ってるかも。ワリオは取ってる結構。どこも結構。取ってんのは俺が取ってないからなんだけど。俺がこれ20とかだったらもう抜けてるからな。すげえ狙われそう。まあ、実際もうなんかグダってる赤相当投げされてたから、ね、タイさんの位置やだ、逃げるやん、一生逃げる、そう思ったら。いや、タイさん、おお、すごい事故いたらしい。今2位。おい、今なんかもみくちゃ。はい、行こうかな。おお、怖っ。ああ、死んだ。まあこれはバグボ。行こうかな。サンダーあるかもな、速度だけだったら。やっぱり返したわ。あった、おいっす、おいっす。ビリだ。どんなん。いや、申し訳なすぎこれ。あー、あざまる。いや、普通にミスったな。あー、ないっす、マジでないっす。いや、けど普通にいけそう。うん、まあ、今これで2人で63。うん、120だったら絶対いけるからな。うん、重複だけしないようにしよう。それね、でけえからな。怖い。8レースの15はやばすぎる、マジで。化け物すぎる。まあ、なんか重複で負けたらそれはそれでなんか割り切りつきそうだけどね。あ、ふーみたいな。逆に、けど、まあ、重複した側のメンタルが。まあ、そんな日もあるよね、みたいな感じで。変なコース連打やめてほしいんだけど、スパイダーマンたち。いいコース来た。うん、まあ、今の感じで最低限は拾えてる。さっきもワリオサンダーだったからな。強えな、めっちゃ引いてんな。なんか第3弾引かなくなったら終わりだ、うん、キラーがもうボックス割ってすぐ即使いしたから。よし、総力で前に出ていく。重たいね、ほんとビリからでーす。高高いです。遅い、遅い、危ないよ。まだ再開。3、5、
1、2、1、3、1、5だから結構。はい。詰まってんな結構。お、お、やった、勝手に見せてくれた。いや、なんで1位でも持ってんの。お、やった。あ、また2位で昨日読めた。強っ。いや、相手も弱。今6。はい、これに4。なんか左側のボックスのとこめっちゃバナナ置いて。はい、3まで来た。オッケー、じゃあ見やかしちゃおうかな。はい、ボムこれし、あ、案の定ボムあったわ。怖っ。いや、この人怖っ。あー、ナイス、後ろ投げそれ。いや、ブーメラン前投げやめて、急に。お、あいつうめえな。トイレ行かないかな。いった、またワンツー来る。これクソゲーそうなんですよ。やったんじゃね。うまい。よし、うまい。ハイタッチ。ハイタッチ格ジャングル神っ子やな、やっぱり。まあ俺が勝てるようにね、コース設計されてるから、ここマジ大会。俺も2位まで上がってくるんだよ。すごい勝てるようにできてる。いや、なんか3位走ってる時、4号がハングオンでもう安心感がすごく。それね、離れてくれるから。でめっちゃ離れてた。そこ行きます。いやー、だいぶ楽になったな。俺はとりあえず割り下投げた。いや、マジで楽。ふぅ。あー、4位と34離したね。うん、強い。うん、これはもう狙ってこないでしょ、さすがに。残り3レースしかないし。アホじゃなかったら捨ててくれるはず。うん、お近くのとこがワンチャン、もう苦し紛れに引きずり込みに行こう。で、俺ら今日もしかしてジャングルワンツーしか取ってない。いや、その説あるわ。前の大会もワンツーばっかだったから、ジャングル。ジャングル、ジャングルだな、大事な時に投げるの。うん、あ、ごめん、これスタート。あ、大丈夫だった。コイン4枚いくわ。はい、ゲット、ナイス。あれろ、あそこら。うわー、あー、どんまい。高いです。いやー、1、2、3が、3、お、ファイヤーであれろ。1315前張り強いな。うん、なんかニヤカか。あ、やべ。1譲ったわ。ちょっとミスった。はい。でも1位がね、ボン持ってるんで、もうなくなりかも。うわ、やばそう。抜けそう、その距離なら。ワンツーだいぶいってんな。お、やった、前投げしてくれた。そのミスでかいぞ。今4位まで来た。はい、やだこれ。あのコインの裏のボム怖え。いやー、遅すぎ遅すぎやん。あんた、うわー、時計これ引かれるよね。最低限取れそう。オッケー、1位。さあ、どこを狙おう。
どこを落としてやろう。まあ、FZ かな。FZ かな、やっぱり。いやー最初焦ったけど、もう楽だわ。あと2レース10点ぐらい取れば続けるけど、うん、何もいらないかもしれない。遊ぼう。これはデイ2硬いな。デイ2硬い。とりあえず最低限は埋めた。全てがうまくいけば1位でミスったけど、トゲ待ちに切り替えたら何事もなくなった。お、すげえ競ってる。俺ら以外、俺ら110でワリオが84で、カイの02が86の1315が81の FZ が80で、キャネルが死亡。ここだけもう論外。ベビーパック狙えねえじゃん。狙えねえ。こう1スタートしてれば。はい、コイン取りに行く。ニートじゃもう30ぐらい話してるから、うん、仕方だな。赤持ってるのにめっちゃ突っ張ってくるんじゃない。どうでもいい時だからベビーは勝てるんだよな、多分これ。遅っ。あ、今それうざいな。あ、うわ、反射。もう下がろうかな。反射いった。自分に当たるんかい。あ、サンダー持ってる。あ、うまい。はい、回避した回避した。何この神ゲー。ウェイ1315。あ、前に前に前に。宝くじ買いに行こうかな。当たりそう。いや、俺のキンキの商品待ってくれるとか優しいな、おい。俺もめっちゃ厳選待ってくれたんだけど。なんなら支援してくれてんのかな、もしかしたら。もうこいつは取らしといた方がいいみたいな。うん。今サンダルとこもう支援してあげよう。どこか知らんけど。ね、ハングが持ってたからキャネルかな。キャネル自転車も意味ねえ。あ、このままいったら普通に02落とせそうだけど、全大会優勝者。確かに FZ と次やりたくないな、あんまり。そうだね、FZ と02俺は狙おうかな。うわ、ハングコ来た。狙い、狙い申せ。ワリオ最初めっちゃ取ってたのに急にどうした。俺3レース10点から62まで戻ってきたんで、やばいな。いや、クソ取ってる急に。あ、なんやねん、このゲーム。さよなら。なんならこれもう一生最下位で終わり。めっちゃ死んでんだよ。あ、そうそう、これと。
潰しでねえ相手の。バーまでめっちゃ死んでる。オッケーブーメランやった。あ、赤で死んだ。1位02だ。はい。FZ はめっちゃ死んでる。危ない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 。アイさん投げてきそう、マジで。ゼロついたかな。二。あ、FZ 死んだじゃね。FZ 死んだね。じゃあまた前に行く。ジジイ。ちょっと強すぎやね。今日負けないね、これ絶対。負ける気がしねえ。敗北を知りたいとはこのことだよ。